喉入っちゃった。今回はですね、いつも俺が髪切ってもらってるログさんに来てるんですけど、美容室ですよ。今回ここで撮影許可をもらってですね、スカイピース、ありがとうございます。あ、スカイピースお任せで一転しようと思って。俺もうすでに短いから。俺結構伸びてるし、色も結構ね。その髪型いつから変わってないんだっけ。もうずっと変わってない、中学くらいだよ。こっからお任せだから。うわ、色もお任せなの。色も今日染めるんで。今日誰に切ってます。沼口さんです。こんにちは。ログバイユーザーの沼口です。もう一人聞きますか。いや僕一人で、はい、頑張ります。お願いします。お願いします。お願いします。全然俺髪型変わらないから、よろしくお願いします。ジンタのブリッジしてもらってそうですけど。おぉ、クソほど変えてください。思い切って変えてください。もう刈り上げて刈り上げてパーマかけちゃってもいいです。パーマかかっちゃうな。オッケーです。オッケーです。オッケーです。あー、勝ってる。すごい、初めて見るこの、初めて見る短さ。さすがですね。怖い。髪の毛柔らかいっすね、俺って結構。柔らかいっすね。ですね。シシ。腕皮むけてません。沖縄旅行で。これでブリーチしちゃう。おお。俺のはやっぱ違うで。ほらほら、撮って。一緒やん。これ、これだけでかけると、キキって言ってるあの男の人に似てる。こいつだ。こいつそっくりやん。染めるやつが青色なんですけど、青色になるわけではない。ブリーチ代です。あ、ブリーチ。あったかい。パワーが強いんで、あったかい。強いとあったかくなるんだ。パワー強いですよ。パワーがすごいと熱いんですね。帽子にハマっちゃって。帽子にハマること。帽子結構好きなんですよ、僕。帽子超あるんですよ。そうなんだ。美容師としてはありえないですけど、帽子が好きなんです。シシ。これ何ミリですか。6ミリですね。なんか3とか行くとやっぱ青くなっちゃう。ああ、おお、スキーじゃん。今めっちゃ不安な髪型ですよね。このナスの上の部分みたいな。傘っていうんですか。今本当に傘のね、がっつり傘。よし、これが耳だから。これ1回ですかね。そうです。ログは恋愛禁止とかあるんですか。恋愛は禁止です。本気であれば OK。 本気で愛が本気であれば、遊びじゃなければ、情熱を伝えれば大丈夫かなと思いますけど。それじゃあ終わりましたね。続きますね。ロッドゥー。夏のやつら、夏のやつ。俺はまあ普段からこういうのだけど、こっちはすごいよ。俺こっちの方が好きだけどね。本当、後ろとかも全然、後ろとか全然声かけらんねえ。声かけらんの、違う人だって。こんな感じよ。めっちゃしました。ありがとうございます。緊張しました。一応スカイピースこの動画見たら、はい、で特別マニュアルにします。はい、概要欄に詳しいこと書いておくので皆さんもぜひ見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に次はね、ぜひ坊主に。ぜひ坊主に。歓迎全員坊主。超簡単だ。全員坊主。ここじゃなくてもいい。ここじゃなくてもいい。ここじゃなくてもいい。関係ない。最後まで見てくれてありがとう。ジンタの髪型良くない、かっこよくない。俺はこっちの方が好きだけどな。俺はまあいつも通りか。次回のスカイピースは CC の発音を教えずに読んでもらったら大爆笑しました。そんじゃあまた明日もよろしく。ピース。遅れてごめんよ。